宇宙ブランコですね。挑戦したいと思います。<笑>宇宙ブランコ、サーカスでおなじみのやつですよね。しかも今回の目標は空中キャッチ。大丈夫ですか？まずは陽子さんが体験。振り子の動きにいかに体を乗せられるかがポイントなんだそうです。 あるのは食べる。いや、これちょっと多すぎる。ちょっと減らして。さっき食べた。もう豚肉だけですか。資源鍋。ご飯の中継システムができるようになりました。ようこさん、上手ですね。そしてインストラクターの方がキャプテンとなり、ようこさん、空中キャッチに挑戦です。 お父さんにチゲ鍋の汁をあげてね。なんでよ。 チゲ鍋の汁おいしいよ。お母さんいつもプリンとかあげてるんでしょ。チゲ鍋の汁とかあげえね。おいしいから。おでんとか。 ごちそうさまでした。